ゆっくり鉄道博物館へようこそ。今回のテーマは、奈良県と三重県はなぜ近鉄王国になったのか？だぜ。そういえば奈良県って JR の特急が毎日は走っていなかったりするよね。三重県の方も JR より近鉄が優勢と聞くし。でも、なんで近鉄が優勢なのかな？近鉄の前身である鉄道会社たちが、JR の前身である国有鉄道と競いながら発展してきた歴史が、現在の近鉄の勢力圏、通称近鉄王国に繋がっているんだぜ。面白そうだわ。早速見ていきましょう。現在の大阪と奈良の間、いわゆる阪奈間の鉄道は JR 西日本よりも、近畿日本鉄道、通称近鉄の方が優勢と言っていいんだぜ。どれくらい違いがあるのかな？JR 西日本の阪奈間の主なアクセス路線は関西本線、通称大和路線で、日中は1時間に4本程度の快速が走っているぞ。天王寺、奈良間の所要時間が35分前後だ。まあまあ便利だね。一方で近鉄の阪奈間の路線である奈良線は、日中で1時間に6本程度走っているんだ。大阪上本町、近鉄奈良間の所要時間が快速急行などで30分から35分といったところだ。そして朝夕には特急も走っているぞ。本数では近鉄が優勢なんだね。ところで、近鉄は朝夕に特急が走るというけど、JR の特急は設定されていないの？阪奈間の特急に限った話ではないんだけど、奈良県内を毎日走る特急列車は存在しないぞ。奈良駅は、県庁所在地の名前を持つ JR の駅の中で、定期特急列車が設定されていない唯一の駅だぜ。奈良県はそこまで近鉄が優勢なのね。ただし、JR もまほろばという臨時特急を運行しているんだ。2010年に大阪環状線、大和路線を経由して新大阪と奈良の間を走ったのが最初だぜ。2010年は平城京への遷都からちょうど1300年で、それを記念して設定された列車だったんだ。遷都くんとかが話題になったねー。その後はしばらく運転されていなかったものの、まほろばは2019年に復活したんだ。大阪東線の全線開業を契機として、新大阪から奈良までを大阪東線経由で走り、2023年からは、新たに設置された大阪駅の地下ホームから、奈良まで運行されているぜ。JR 西日本も巻き返しを図ってはいるのね。ちなみに、大和路線を走る大和路快速が誕生したのは1989年のことで、つまりはこれも JR の前身の国鉄が崩壊して1987年に JR が発足した後の話なんだぜ。国鉄時代はもっと近鉄が優位だったのね。そもそも JR の奈良駅よりも近鉄の奈良駅の方が奈良の市街地や主要な観光地に近くて、その点でも近鉄の方が有利なんだ。その一点だけでも利用状況に大きな差が出そうだね。2021年度の調査では、近鉄奈良駅の乗降人員は1日 42,810 人だったんだけど、JR の奈良駅の方は 26,000 人程度のようだ。やっぱり、それから京都と奈良の間、京奈間でも、JR 西日本が巻き返してきたのは比較的最近なんだ。最近って、これも1980年代とかそういう話なの？京奈間を走る JR 線は奈良線なんだけど、奈良線が電化されてディーゼルカーから電車に置き換わったのは、国鉄時代も末期の1984年だったんだ。およそ40年前か。鉄道の長い歴史の前では確かに最近と言っていいわね。そして、京都から木津までの区間が線路が一本しかない単線で、2001年にようやく部分的に複線化されたんだ。複線化事業はその後も継続しているぞ。21世紀に入るまで単線だったの。電化前は1時間に1本だった列車の本数も、現在は1時間に4本程度が確保されているんだ。ただし、今でも単線区間が残っているなど、JR の奈良線の輸送状況には改善するべき点があるんだよ。容赦のないことを言えば、阪奈間にせよ、京奈間にせよ。国鉄が長年放置していた状況が、民営の JR 西日本によって、やっと改善されつつあるということなのね。そういうことだな。ちなみに近鉄の京奈間の路線は？近鉄京都線は当然、全線が電化及び複線化されているぞ。京都駅から大和西大寺駅までの区間は、日中でも1時間に6本以上の電車が走るし、近鉄奈良駅まで直通する電車も、1時間に2本はあるぜ。今の JR 西日本ならともかく、国鉄時代には国鉄に勝ち目なんかなかったのね。つまり、奈良県が近鉄王国になったのは、競合する国鉄が弱かったから、という要因はあるんだけど、ここからは逆に、近鉄はどうして強かったのかを見ていこうぜ。1910年に奈良軌道という会社が誕生した。そしてすぐに社名を大阪電気軌道に変更したぞ。通称は、大気というんだ。会社が誕生した。って肝心の路線は？大阪電気軌道が初めて路線を開業させるのは1914年のことになるぜ。どんな路線を作ったの？
大阪と奈良を結ぶ路線なんだ。ただし、この区間で初の鉄道ではないんだ。大阪から東、奈良などの方へ向かう国有鉄道の路線は、当時すでに存在したぜ。現在の名前で言えば、大和路線こと関西本線や、学研都市線と呼ばれる片町線かな？その通り、どちらも私鉄が作って国が買収した路線だけど、そのことに関する詳しい説明は省くぜ。ここでの重要なポイントは、どちらの路線も生駒山を迂回していて遠回りだったことだ。大輝は生駒山をトンネルでぶち抜き、最短の路線を作れば国鉄に勝てる、と考えたんだぜ。簡単に言うけど、1910年代にその発想はかなり大胆だったんじゃないの？もちろんだ。生駒山のトンネルは3388メートルもの長さで、当時の日本のトンネルでは第2位の長さ。複線標準機のトンネルとしては、日本最長だったんだ。標準機というのは、新幹線と同じ線路の幅で、JR などの一般的な在来線よりも幅が広いぞ。この時代にその長さ、大変な工事になったことが容易に想像できるわ。19人の犠牲者を出し、2年10ヶ月の工期と、当時のお金で269万円を要して、生駒山のトンネルは完成したんだ。ちなみに路線全体の建設費は787万円だったそうだぜ。当時のお金で満がつく時点で相当な大金だったのでしょうね。参考までに当時の大卒銀行員の初任給が30円だったそうよ。計画時点では生駒山地をケーブルカーやロープウェイで越えるという案もあったけど、それでは国鉄に速さで勝てるわけがない。それはそうだよね。トンネルで山をぶち抜き、それでも残る急勾配は大馬力の電車で越えることとしたんだ。今ならそれが妥当だったと思うけど、当時はきっと先進的な発想だったのよね。こうして1914年4月に上本町から奈良までの区間が開業。所要時間は55分で、国鉄の関西本線よりも15分短縮したんだ。大勝利じゃないか。ところが問題もあった。路線が開業する前後の大輝は多額の建設費が原因で経営難となって、生駒山にある寺からなんとお賽銭を借りて資金の足しにするという状況になってしまったんだぜ。お寺からお賽銭を借りるって当時としてもどうなのよ。そして路線の主要な利用者は生駒山の参詣者で、客足が天候に大きく左右されることから、大阪電気軌道ならぬ大阪天気軌道とか、空気のように頼りない経営状態だから大気ならぬ大気などと散々揶揄されてしまったんだ。まるでピンチライナーと呼ばれたかつてのピーチライナーだわ。ピーチライナーのように潰れる未来しか見えないわ。いやいや、ドラマやアニメを見るときに、主人公がどんなピンチに陥ったとしても、主人公が死ぬとは普通思わないだろ。なんせ主人公なんだからな。いや、ドラマをそんな風に見ちゃうと、ちょっと冷めないかしら？で今、主人公って言った？うすうすそうかもしれないとは思っていたけど、まさか、この大阪電気軌道という会社が？多くの鉄道会社を合併していくことで誕生し、私鉄としては路線網の長さが日本一となる、近畿日本鉄道だけど、近鉄の直系の前身にあたる会社がこの大阪電気軌道なんだぜ。なんということでしょう。つまり大輝が作った路線というのは現在の近鉄奈良線なのね。大輝の設立は明治時代ではあったけれども、関西の大手私鉄の前身の会社としては最も遅い設立だったんだ。関西で一番遅く生まれて、そしてお賽銭を借りて資金難に耐えている鉄道会社が、日本一の路線網を持つ私鉄に成長していくなんて、もはやドラマじゃないの。開業当初こそ経営難で経営陣が逃げ出したりもしたんだけど、経費削減などの努力と利用客の増加によって大輝は再建されて発展していくんだ。当初の経営難のことはさておき、半奈間の路線を開業したその時点で、奈良が近鉄王国になることはほぼ決まっていたのね。何しろこれ以上ないほどの最短ルートで現在の近鉄奈良線が建設されてしまったからな。さっき霊夢が言ってくれたように、これは当時としては大胆で先進的な施策だったと言っていいんだ。当時の日本第2位の長さのトンネルを民間企業が建設させたんだものね。この大胆さは今後の大輝の経営方針にもなっていくんだぜ。経営が軌道に乗った大輝は奈良で路線網を拡張していくんだ。新たに線路を敷いたり、競合する路線を買収したりしてな。名前はまだ近鉄じゃないけど、近鉄王国が順調に形成されていったのね。京奈間の路線についても、京阪電気鉄道との共同出資で、奈良電気鉄道を設立して、現在の近鉄京都線を作り、国鉄を圧倒するんだ。国鉄奈良線の電化や複線化が、ずっと後になることはさっき説明してくれたわね。奈良県をすっかり勢力圏に置いた大輝は三重県、具体的には伊勢神宮への進出を目論んだ。大阪や京都からちょっと遠くない？まあ、遠い上に国鉄線もすでに通っていたから、大胆とは言えるんだ。けれども、戦前の人々にとってお伊勢参りとは、
現代人には想像もつかないが、人生で一度は行いたい重大行事だったんだよ。マイカーや長距離を走るバスが発達していたわけでもない時代だし、確実に需要はあったのね。ところが、奈良県の桜井から三重県の名張までの鉄道事業の免許を、大和鉄道が取得していて、大気の計画の障害になっていたんだ。大和鉄道というのは、現在の近鉄田原元線にあたる路線を経営していた小さな会社だぞ。それで大気はどうしたの？大和鉄道を買収して免許ごと傘下に収めたぜ。世の中金やー。まあ、もともと小さな鉄道会社である大和鉄道に、三重の路線を建設する資金力はなかった可能性が高いんだけどな。それで、その後は順調に行ったの？順調に伊勢方面へ路線を延伸していき、1931年に伊勢神宮付近の宇治山田駅までが開業したんだ。翌1932年には、大阪の上本町駅から宇治山田駅までを、2時間で直通する電車が走り始めたぞ。もはや、現在の近鉄特急の所要時間と大差がないじゃない。国鉄の蒸気機関車による列車は少なくとも3時間かかっていたから、所要時間では国鉄に勝ち目などなかったんだ。一生に一度は、と言われていたお伊勢参りが大阪から日帰りでできる世の中を、大気グループは実現してしまったんだよ。便利な、世の中に、なったものよのう。復活の呪文の写し間違いには要注意だぜ。ところで大気グループって、桜井から宇治山田までの鉄道を建設、運営したのは、実は大気が設立した子会社の三宮急行電鉄なんだ。それでグループを付けさせてもらったぜ。なるほどね。関西から三重のアクセスでも大気グループが勝利したことはよくわかったわ。でも現在の近鉄って名古屋と三重県の間も結んでいるわよね。そっちはどんな感じなの？大気グループは伊勢神宮にたどり着いただけでは満足せずに、名古屋への進出も目指したんだ。次は名古屋に至るまでの話をするぞ。まずは現状の話からだ。例えば愛知県の名古屋から三重県の津までは、JR 東海の列車は関西本線と第三セクターの伊勢鉄道伊勢線を経由して、近鉄の電車は近鉄名古屋線を経由しているんだ。やっぱり近鉄が優勢なの？ JR 東海の名古屋駅から津駅への直通列車は、1時間につき1本の快速三重と1日4本の特急南紀だけだぜ。ちなみに伊勢線などが電化されていないから、これらの列車はすべて電車ではなくてディーゼルカーだ。まあ技術の進歩のおかげで、今のディーゼルカーは性能ではそれほど電車との遜色はなくなっているよね。だけど本数は少なすぎじゃないの？そう思うのはもっともなんだけど、JR 西日本の大和路線や奈良線と同じように、これでも国鉄から JR 東海に引き継がれた後で相当に改善されているんだよ。国鉄、もはや何を買いわんや。一方で近鉄名古屋線は、近鉄名古屋駅から津駅への電車が1時間に8本はあるという状況だ。これじゃあほとんどの人が近鉄を使っちゃうわよ。JR の快速三重は、津から紀勢本線に入り、それから三宮線にも入るけど、津から鳥羽までの全区間が、単線非電化だぞ。1984年までの国鉄奈良線のような状況なのね。一方の近鉄は名古屋線、山田線、鳥羽線が全区間にわたって複線で、JR の路線が及ばない鳥羽駅から先の賢島駅までを走る島線も、全体の 82% の区間が複線なんだ。その時点で勝負ありだね。駅の利用状況を見ても、例えば2020年度における津駅の、JR 東海の利用者は1日2612人で、近鉄の利用者は11,866人などと、大きく水を分けられている状況なんだぜ。いかに近鉄が優勢なのかはこれで十分にわかるわ。それじゃあ、近鉄名古屋線はどうやって誕生したのかな？1910年頃の名古屋から三重県へのアクセスは、現在の関西本線や紀勢本線が担っていたんだ。だけど、内陸の方にある亀山を経由している上に、津へ向かうには亀山で方向転換が必要なんだ。名古屋から津とか伊勢神宮方面へ向かうには遠回りで、方向転換の時間もかかるのね。三重県の四日市から津までの海沿いを行けば、距離が短くなるのに、そこが鉄道空白地帯になってしまっているわね。そこに目をつけて、1911年に設立された会社が伊勢鉄道だったんだ。あれ？伊勢鉄道ってさっきも出てきたような？現存する第三セクターの伊勢鉄道とは一切関係がないぞ。この会社は後に伊勢電気鉄道と改称するので、現在の伊勢鉄道と区別するためにも、ここでは伊勢電と呼ばせてもらうぜ。それで、その伊勢電が海沿いの路線を作ったのかな？そう、1915年から1924年にかけて、四日市と津を結ぶ路線を順次開業させたんだ。大気は1910年設立で、現在の近鉄奈良線を開業させたのは1914年だったから、大体同じ時期に生まれたのね。伊勢鉄道は1926年に伊勢電気鉄道に改称して、
伊勢殿は北は名古屋へ、南は伊勢神宮への進出を目論んだんだ。名古屋と伊勢神宮の間を国鉄線より短距離で結べれば、勝利はほぼ確定だよね。伊勢殿も大輝に負けないくらい意欲的な経営方針だったんだね。1929年に北は桑名駅まで開業させたんだけど、それからは南への延伸を優先したんだ。なぜなら、大輝の子会社である三宮急行電鉄が、いよいよ伊勢神宮の方へ延伸してきたからだぜ。大輝グループへの対抗心で南への延伸を優先したっていうこと？大輝と協力したりするという方向にはならなかったの？伊勢電の線路の幅は国鉄線と同じ狭軌だから、標準機の大輝グループとは直通できないんだ。それに三重の企業である伊勢電としては、大阪発祥である大輝グループへは、対抗心を抱かざるを得ないところもあったようなんだ。そうなのね。でも結果としてはどうなったの？1930年の終わりに伊勢神宮に至る路線を開業させたんだけど、しかし過剰投資などが原因で経営は行き詰まり、1936年に三宮急行電鉄に合併されてしまったぞ。伊勢電が開業した路線のうち、桑名、江戸橋間が現在の近鉄名古屋線になっているんだぜ。無理に伊勢神宮まで路線を伸ばして、わざわざ三宮急行電鉄と競合したことが、命取りになってしまったのね。江戸橋から現在の伊勢中川までの区間は、三宮急行電鉄によって建設されたんだ。さらに、関西急行電鉄という会社が設立されて、1938年にはついに、関西急行電鉄の手によって、桑名駅から現在の近鉄名古屋駅まで路線が延伸されたんだ。大輝グループの路線が名古屋から伊勢神宮まで、そして名古屋から大阪まで繋がったのね。線路の幅が違うから途中で乗り換えは必要だけど、名古屋と伊勢神宮が国鉄より短い路線で結ばれた。それに、やっぱり乗り換えは必要だけど、名阪間を3時間1分で結ぶ。当時としては画期的な鉄道が完成したんだぜ。これで近鉄王国の原型がほぼ形作られたのね。ただし国鉄の名誉のために言っておくと、名阪間の国鉄線である関西本線は、戦後の一時期近鉄の路線と互角に競っていたこともあるんだ。そもそも1964年に東海道新幹線が開業したから、それ以降は名阪間の所要時間では国鉄、JR と全く勝負になっていないわよね。名古屋延伸という役割を完遂した関西急行電鉄は、1940年に三宮急行電鉄に合併された。1941年には三宮急行電鉄も大阪電気軌道に合併されたんだ。要するに、子会社たちが大輝に吸収されていったのね。そして社名は関西急行鉄道に変わったんだ。あれ？まだ近畿日本鉄道にはならないのね。もう少し待ってくれ。1943年には大阪鉄道が関西急行鉄道に合併された。大阪鉄道は現在の近鉄南大阪線などを経営していたんだ。関西急行鉄道はどんどん巨大化していったのね。そして1944年、戦争真っ最中というか敗戦に向かって突き進んでいた時期ね。関西急行鉄道は南海電鉄と合併して近畿日本鉄道が誕生したんだ。ついに、戦時下の交通統制の一環として、設立の経緯や経営戦略やらの性質が全く異なる2社が合併することになったんだけど、とにかくこれが近畿日本鉄道という社名の始まりだったんだ。だけど、南海電鉄って今も存在するよね？やっぱり分離されたの？全くその通りだ。終戦後には、この近畿日本鉄道という会社はあまりにも過大と判断されて、旧南海鉄道の分離が検討されたんだ。M&A でガンガン大きくなっていった会社が、それを言っちゃうのね。1947年に旧南海電鉄の路線は近畿日本鉄道から分離されて、南海電鉄が再び発足したんだ。そして、旧関西急行鉄道系の路線が、新生近畿日本鉄道として戦後復興への道を歩み始めたんだぜ。感無量だわ。戦後の近鉄にも色々なことがあったんだけど、とても全てを語ることはできない。だから、本当に大きな出来事だと思うことだけを挙げていくぜ。1958年には、路面電車を除けば日本初の2階建て電車である、ビスタカーがデビュー。大輝の設立以来の大胆なチャレンジ精神は、戦後も健在なのね。1959年には、名古屋線などの線路が狭軌から標準軌へ拡幅されたんだ。拡幅の計画自体はもともと存在したのだけど、伊勢湾台風で名古屋線が被災したことを契機に、復旧と拡幅が同時進行で行われて、計画よりも前倒しで、拡幅が実現したぜ。台風で多くの人命が失われたことは悲劇だったけどね。これで、名古屋から宇治山田方面へ直通できるようになったし、名阪間を直通する特急も走るようになったぞ。現代の近鉄の姿に近づいていくわ。1963年には、奈良電気鉄道を合併して、その路線は近鉄京都線となったぜ。まだあったの、とっくに合併されたと思っていたわ。
昭和末期から平成初期には、まるで生まれたばかりの JR 特捜課のように新型特急車をデビューさせたぞ。アーバンライナーや伊勢志摩ライナーが登場したのはこの頃だったわね。2009年には阪神難波線との直通運転が開始されたぞ。関西では珍しい大手私鉄同士の直通運転だね。2010年以降は定員を大幅に減らして快適さの追求にシフトした特急車の島風や火の鳥がデビューしたぜ。常識的な料金で乗れる列車としては最高レベルの快適さよね。線路の幅が違う路線同士を直通できるフリーゲージトレインの開発に挑むことを発表したりもしているぞ。フリーゲージトレインってうまくいくのかな？それはどちらとも断言できないな。だけど近鉄は、前身の大阪電気軌道設立当初から当時としては先進的なことに挑戦してきた。それが近鉄という鉄道会社なんだ。その精神はおよそ110年経った今でもやっぱり健在と言えるのね。ちなみに近畿日本鉄道は2015年に近畿グループホールディングス、いわゆる持ち株会社に移行していて、会社分割によって生まれた新たな近畿日本鉄道が鉄道事業を引き継いでいるぞ。それは会社の歴史としては重要かもしれないけど、一般の利用者にはあまり関係ないかもね。近鉄の歴史には本当に先進的な取り組みが目立つ一方で、21世紀に入ってから北勢線、伊賀線や養老線などの路線を経営分離したりと、近鉄の成立していった経緯とは逆行するようなことも起きてはいるんだ。ここまでの話とはずれるかもしれないけど、2023年の4月には運賃がおよそ 17% も値上げされちゃったよね。いろんな意味で今後も目が離せない鉄道だよね。奈良県と三重県が近鉄王国になったわけを見てきたけど、どうだったかな？直接的な勝因は、国鉄線よりも短い路線を建設して、蒸気機関車よりも速く走れる電車を高い頻度で走らせたことだったわね。そうだな。そして、それを実現できた背景には、大阪電気軌道や伊勢電気鉄道などの会社の大胆で意欲的な経営方針があった。そのことがよく理解できたわ。今後の近鉄にも、かつての大気のように大胆な鉄道会社であってほしいよな。さて、このチャンネルでは、鉄道に関する話題を解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また、他にも取り扱ってもらいたいネタがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。